ベイダスはリトアニアで発行されている週刊誌。世界のニュースや政治、ビジネスなどを扱う。1号あたり約6000部を発行。2001年3月1日に創刊された。雑誌の名前はリトアニア語で顔を意味する単語ベイデスに由来する。初代編集長はアウレギウス・カトケビチュス。2010年11月。 ベイダスが掲載したペトラス・スタンケラスの論文の内容がホロコーストの存在を否認するものであったことからその後国際的な論争を巻き起こした。スタンケラスは史上でニュルンベルク裁判は史上最大の衝撃であったと述べ600万のユダヤ人虐殺は伝説に過ぎないと指摘している。このスタンケラスによる論文は その後スタンケラスが内務省相談役という公職についていたために各国政府からの非難を集め特にイギリス、エストニア、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、フランスの大使はリトアニア政府に対し7カ国合同で抗議文書が提出された。またユダヤ人団体のサイモン・ウィーゼンタールセンターも同様にこの論文を批判した。リトアニアにおいて ホロコーストの存在が公の場で否定されたのは独立回復後初めてのことであるとも指摘される。その後スタンケラスは相談役を辞職している。その後、ベイダス発行人のアルギマンタス・シンデエキスが同誌においてスタンケラス論文をめぐる論争に関してベイダス編集部は反ユダヤ主義的なわけでもホロコーストの存在に回帰的なわけでもないとし、 スタンケラスの意見には賛同しないとした上で、ホロコースト被害者らに対する謝罪を表明している。ありがとうございます。